皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアエンブレムトラキア776、続きをやっていきたいと思います。半年余りが過ぎた。はあ。奪回に燃えるバラート率いるフリージ軍のレンスター攻撃は凄まじく、リーフたち解放軍は前線するも次第に城の片隅に追い詰められていく。もはや誰の目から見てもレンスター落城は時間の問題であった。半年、闘技場があるけどさ、回復の杖がないんよ。杖使いが。闘技場、預かり場、道具屋、民家、フリジ、なんで捕まってるのか。あ、捕虜ってこと？あ、リーフに体格が1でもあったらな、捕まえられたんやけど、こいつら。ロングランス、扉の鍵。守備高えな。いやー、もうなんかね、楽しみがないね、なんか。バラート。凍土の書。盗みたいけど盗めなさそうやな。なんかいまだにあれですけど、こうカリオンとケインがこうクラスチェンジして生まれ変わった姿でこうバリバリ敵を倒していく、そういうなんか楽しみを、てかすごく楽しみにしてたんですけど、それがね、叶わなくなっちゃって、ちょっともう憂鬱ですね、なんか。あ？これスタート地点どこ？ここ？こう来て。こいつらにとっては扉の鍵がないと、この城内には来ないですね。なんかひび割れと、なにこれ？ひび割れてるんですけど、でもこれさ、昔もあったよね、なんか。ケンプフがいた、ケンプフ初登場のマップで、ひび割れてる壁があったけど、別になんかね、攻撃して、その、壊れたりとかして通れる道になったとか、そんなんじゃなかったから、見かけ倒しか？あ、ここにもありますね。ねえ、なんかゼルダだったら爆弾とかで壊せそうな見た目してますけど、多分、前そんなことなかったけん、大丈夫と思うけどな。どうするこれ。ここまで少ないとは思わんかったな。マーティーとか準備するか。なんか準備という準備はないです。大体なんかもう前回の通りだって。しかもこの章も全員出撃ですね。なんか選べたりしない、全員強制出撃でした。はい、ますか。第20章光の王子。でれれれん。え、そんなところにおるの？お、ラインハルト来た。バラート卿、戦況はいかがです？ラインハルト来た。ラインハルトか、待っていたぞ。増援は連れてきたのだろうな。アルスターから一個軍団がこちらに向かっています。間もなく到着するはずです。そうか、ラインハルトか、すっかり忘れとったな。トラキアといえばラインハルトですよね。あ、ちょっと違うかな、まあ、ヒーローズといえばラインハルトか。そうか、これで兵力が揃うな。すでに城内の大半は占領し、あとはこの辺りを残すのみ。そう時間はかからぬ。ならば良いのですか。ん？どういうことだ、何か問題でもあるのか。包囲してすでに半年経ちます。包囲してすでに半年なのに、まだレンスター落とせぬかと。ブルーム王、あ、そう、ブルームか、そう、前回顔出てきてましたね。ブルーム王は大変ご立腹です。フリージですもんね、この人たち。私ごとき若輩者が口を挟むことではありませんが、急がれた方が良いのではと。分かっておる。
王のご機嫌は日増しに悪くなるばかりです。メルゲン城で医師と王子を失われたのか、よほど応えられたのでしょう。医師と王子って、あ、これもう聖戦の時間始まっ、聖戦のあれ始まってますよね。聖戦の世代のあれね、医師とって聖戦でも倒したよね。伊沢区軍はどこまで来ているのだ。すでにトラキア半島、あ、じゃあ7章、聖戦の7章に入りかけてる感じかな。公園の26軍団とバンパ3姉妹、あ、いたな、バンパ、あ、バンパバハ、なんかプラウ、何やったっけ、なんかありましたね。エリュウとか、今エリュットみたいな、いましたね。ティニー様の魔導軍が迎え撃っています。あ、じゃあまさに聖戦の7章か。はいはい。何しろあのライザ殿を破った相手です。いたな、苦戦は免れないでしょう。王自身はどうなされておる。アルスタで指揮を取るおつもりのようです。もしイザーク軍がアルスタに迫るようなことがあれば、今日を呼び戻されることでしょう。うん、その時レンスターが未だ敵の手にあれば、今日の御身の上が、御身の上が、く、そんなことは分かっておるわ。では私はこの音へ戻らねばなりませぬゆえ、これで。突然のダイムサンダー、どうかお許しいただきたい。おい、誰か。は、あ、出た。ドボルザークや。全軍に次を総攻撃だ。攻めて攻めて攻めまくれ。引くことは許さん。全力で敵を撃破せよ。は、直ちに。攻めて攻めて。おお、そっか、レンスター城やもんね。イユス様、始まりましたね、敵の総攻撃が。アグスト、守りきれるのか。体が浮く者は全員守備についております。ここが落ちればもう逃げる場所はありませぬゆえ。マジ？帝国の大軍を前にしてよくここまで頑張れたと思う。包囲されてもう半年、そろそろ限界かもしれないな。弱音を吐かれては困ります。それではここまで死に物狂いで戦ってきた者たちを裏切ることになりますぞ。そうなんですけどさ、ちょっと、もうなんか、我らが敵の大兵力を引きつけているから、セリス軍は容易に進撃できるのです。彼らとの合流を果たすまでは決して諦めてはなりません。すまない、アグスト、分かっているんだ。僕だってセリス王子には会いたい。ただ死んでゆく兵士たちが哀れでならなくて。そう思われるならなおさらのこと。志半ばにして倒れていった者たちのためにも、我らは最後の一人になるまで戦い続ければならぬのです。は？おい、扉の鍵は？もう、なんなん、え、これ、違う、いい曲。敵将の撃破かつ15ターン防衛。いや、そうは言いましてもよ。え？いや、え？フィン。15ターン防衛か。ラーラ。遠いよな。セルフィナ積んだやん。ラーラで助けに行くにしても、いい曲ですね、このゲーム。本当もう初見に優しくないな、本当に。もう、なんなんだ、もう死んだな、これ。セルフィナとミランダ。死んだなぁ。ラーラはどうしようかな。ラーラでね、全部の扉開けてる時間まず絶対ないんで、とりあえずフィン退却、退却。フィンとかさ、ほんともう、なんか、
るかこれ。盗賊の鍵は15か。フィンとラーラはとりあえず王子の部屋まで戻りたいんですよね。ミランダとセルフィナ姉さん、ちょっともう見下ろしルートですよね、これどう考えても。ちょっと。まあ、一旦こっち行くか。ミランダも一旦こっち行くか。で、みんなさ、負けよっか。で、さあどう出る。うわ、開けてくる。あ、開けてくるんなら誰か開けんかな。でも開けたところで、ここが開いたところでここに敵いるからね、さーっていけないですね。そう、まあいいや。やっぱラーラー逃げきった。まあでもこれぐらい取っていいやろ。ああ欲しい。いやもう誰が使うナイトプル。結局フィンクラスチェンジするんか。フィンってさ、クラスチェンジしたら化けるんかな。もう正直もう見限ってるんですけどね。なんかもうケインとアルバへの愛着がすごすぎて、フィンちょっと正直見限ってたんですけど、こんな能力やしな。生まれ変わるんかフィン。でもフィンぐらいしか使う候補いないですよね。まあ本当はミランダにすごく使いたかったけど、ミランダ多分死ぬなこれ。まあ、マリータとリーフだけで、マリータ、リーフ、マーティー、この三軍将でこのゲームクリアするしかない、ないな。こんな防衛マップやったらもう満足に買い物もできないし、闘技場もできないし、ここのマップで闘技場とかする人おるんかな逆に。お、ありがとう。まあでもいずれにせよ15ターン防衛やけんね。なんかあ、やろうぜ。何をしようがもう無駄と言われてる気がしている。なんか避けられるし。はおお、なん、なんだお前これ。なんだ、あ、杖か、杖。いやー、うわぁ、ちょっと、は？あ、いやーちょっと、おい、アンロック、アンロックって遠距離杖なの？ちょっと遠距離杖っぽい。おい、ティナス、お前ティナか、ティナか、お前は。もうこのゲームいかん、もう不平等、不公平だ。プージを敵が使ったり、アンロック敵が使ったり。専用って何なのマジで。封印とかのアンロックってこう隣接しないと使えなかったですよね、確か。違ったっけ。リブローみたいな感じでこうできたっけ、遠距離で。ちょっとこれ何これ。これじゃ壊れる壁なら耐久とか買いとけよ。うわー、いや、しかしな、セルフィナここに置くしかないよね。あ、乗れるんか、なるほど。かわいそうになってきた。もう
こんなに敵がおるのにさ、女子一人こんなど真ん中にさ、敵がめっちゃおるのに、で、しっかりこうやってさ、こう、防護壁っていうかこう、ね、隠れて、なおかつ、こう、敵をね、撃ってたのに、なんか、いきなりこんな壊されてさ、今から攻め入れられようとしているっていう。かわいそうになってきた、本当に。なんこれ。セルフィナの気持ちをさ、今考えてみたら、ほんとなんか、いたたまれないんですけど、死を覚悟するよね。でも、ここは、セルフィナここにこもってたら、一つもいいことないから、こう。ですよね。だって、敵がいっぱい来る来て、どうせここに入ってきて、でも、閉じ込められるだけ、閉じ込められるのがオチなんで、もうここはかけてさ、やっぱりここに乗るしか、ここに来るしかないよな。戦争が、なんで避ける？ああ、もうダメだ。もうこのゲームがなんかもうクリアさせようとしてくれない、なんか、クリアさせようとしてくれないというか、こう、なんでしょうね、こう、小さな努力を、こう、否定されてる気がする、なんか。もう、レベル上げもするなと。もう、あがくなと。もう、お前は死ぬ運命だから、こう。余計なことはするなみたいな、そんなことを言われてるような気がした今。助けてー。てか、なんで扉てか壁が壊れるんだよ。ああ。で、ここで壊れるんなら、ここで壊れるんならさ、なんか何でしたっけ、ケンプフが出てきた、名前出てこんな。もうちょっと結構昔のことだからな。ええー、わあ。なんじゃこりゃ。ケンプフが出てきた時のショーも、あれ壁ひび割れてたからさ。同じように壊してくれた方がいい。壊していいよね。壊してほしかったけど、逆に。なんでこの章だけ壊すんだよ。まあいいや。かかってこい。逃げも隠れもせんわ、もう。あ！動かしてなかった。あ、でももう時間、結果論やろ。いい感じに引きつけてるんじゃない？あ、無理か。いやー、もういいよ。セルフィナさん逃げたところで扉が開いてないから、いずれにせよ逃げる場所を失うもん。なんやしな。便利な杖持ってますね、敵。逃げよう。あ、そっか、馬だからか。そうか、馬だからここ行けないのか。そうか、
50% 以下の確率も普通に当たるしな。うわあ、セルフィナーさんは傷薬を持ってたかな。もう開いた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれ、あそこ壊れてるのやばくない？大丈夫？ちょっと待ってね。あ、傷薬持ってない。じゃあ。ああ、いい。これはどうなんだ。マーティー王様になるかで、リーフちょっと出撃するか。ちょっと待って、ラーラこれ逃げ切れるんか。ラーラ、待てよ。あ、いけるのかな。いけそうですね。ここに来ていけそうやな。あ、シューターが、え、あれだけ欲しかったナイトプルフがもうなんかいらないいらないというか、なんか全然嬉しくないな。うん、こちらこそごめん。グレイトと仲良くやってくれ。こんな無謀な戦いに巻き込んで、こちらこそすまん。しかし壁をこんな風に壊してくるのは初めて見たな。壊れる壁みたいなギミック概念はね、あの他のシリーズでもあるけど、一撃でこんな扉開けるみたいに何マスも突き破るみたいな、これは初めて。あ、いけるな。よし。あーらーら、待てよ。お、移動と、まあ、いや、とりあえずウィジンやリーフ変わったかな。ちょっと変わった色とか、いやー分からんな。来たー、ラーラを守れ、ラーラを。ここやな、ここ。怖いけどやるしかないよ。来た来たー。お、あ、月光と連続流星って同時発動するのか。いいこと知ったぜ。で、リーフで。捉えても仕方ない。あんだけ魔法欲しかったのに。あれだけ魔法がものすごく欲しかったのに、もう今全然欲しくないっていう。このなんか、落差をどうにかしてくれ。なんかおかしくなりそうだ。久々のレベルアップだ。お、いいね、体格。いいんじゃない？移動力アップした。ちょっともう鍛え上げよう、リーフを。最高の男にしよう、こいつを。
移動力アップ嬉しいね。8か。馬並みになったな。リーフの移動力確か2に上がってるんですよね。最初から。よし。で、ちょっとフィンとか、逃げ切れ。ここを塞ぎ、こことここを塞げば勝ちかな。とりあえず。あ、上がおったな。まあでも塞げそうな気はするけどね。あ、塞げるね、多分ね。で、15ターン耐えれば一体ね。問題は傷薬、回復する手段がないから、それがちょっと気がかりですけど。あ、そう、真ん中も割ってきそうやな、普通に。避けて。いや、当たるなよ。避けてくれよ、そこは。まあ、リータもあんまり戦わせたくはないよね。まあでも、食らっても1だから、あいつは放置でいいか。こいつを放置することによって、他の奴らが近接でやってくるよな。一発目出してくれ。いや、うまいな。エリートでもないのに。で、みんなの避難経路を確保して、あんまり近づいてもちょっとあれかな。リザーブアンロックサンダー、レストとか超欲しいんですけど。いや、もう今さら杖使えるキャラがいないの、いないんだ。まあいっか、これで必殺 2% 大丈夫やろ。帰るか。左から来てるのこいつだけですもんね。頼むぜ、リーフ。先に出してくれ、それを。いいね、力。いやー、まあリーフはでも守備と体格やね。力、技、速さはなんとなくカンストしそうな気がするんですよね。あと16回、あと17回レベルアップ、レベル上がるから、なんかカンストはしそうな気がするけど、問題は守備と体格やね。魔力はもう正直もう諦めてるっていうか、こう別にいいので、守備と体格が欲しいな。倒すか、こいつも。うん、上がらないのか。よし。うわー、お前シューターが増援で来るってどんなゲーム。すごいことしようね、やっぱり。まあいいや、リーフレベル上げよう。ムキムキにしよう。ちょっと退却するか。オフィン、ここ。マリータ、ここ。
リーフはどうしようかな、ここかな、ここでもいい。ちょっと待って、おう、そうかい、ここにする、ここにする。どうしようかな、一旦ここでいっか。レベルを上げたいからね。さあどんどん来い、キルソード、恐ろしいもん持っとるな。よし、で守備と体格よ、守備と体格、あとはいらない。うん、速さは完走しますね。三品してほしいな。結構詰まってきたな、意外と。いや、ここでさ、左に行くのが頭いいですよね、なんか。上じゃなくて。あのアーマーが。なんかね、こういうのって大体その一番こう自分に近い敵を狙うけど、左を通ろうとしてますよね、なんか。まあリーフのいいところはこう疲労がたまらないから、どんだけ来てもね。いらっしゃい。ただやっぱ守備面がね非常に脆いから。おお、これ左に。さあどうしようかな。傷薬くれ、で待機で上に行く、上に行く。よしよし、これでもう多分この章はクリアできるんですけど、まあクリアしていいのかっていう、そういう問題が。杖縛りか。てか傷薬もちょっと大事にしていかないと。杖縛りですね、実質。これでもレイピアの、そうやろ、いやー、遠距離持ち走ってくるとか、劣化の剣か、劣化の剣のなんかウルスラ、ウルスラとか、あと何でしたっけ、ソーニャの外伝のあのなんかなんだっけ、ソーニャの外伝のところもあれですよね、なんか魔導士、下級職魔導士が3人こうサンダーストームかなんか持ってきて突撃してきますよね、あんな感じか。でもいかんやろそんなん。ちょっとレイピアの方が倒せるんかな、倒せそうですね。ちょっ
ょっと魔法優先的に倒そう。してやるぜ。当たるなよ、当たるなって。頼む。いいね、守備いいぞいいぞいいぞ。3ピンしてくれればいい。リーフは3ピンしてくれ。2ピンだとちょっと悲しくなるから3ピンしてくれ。よし、いいね。よし、さすがレイピア。これ最後のレイピアなんですよ。まあまあキラーがあるから別にレイピアは使ってもいいかなって思って。当たんなって。これ魔法2発耐えれないな。おお、いいぞ。いや、これ死にたくないぞ。移動力も上がったのにこの章で。いやー、死にたくねー。ちょっと大丈夫。まあ、レベルアップの度パラメーターは上がっとるけんね、なんか強くなっとるとは思うんやけど、ちょっとな。当たりそう。やっぱりな、もう。いやー、勘弁してくれ。やり直したくないぞこれ。39。いや、無理やろな。3人おるもんな。3人、4人。4人か。30%よけて。よし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 。はい、倒して。はい、倒して。いいぞ。3ピンしてくれ、3ピン。いいよ、いいよ。なんとかならんか。ああ、5人やった。27、5当たるなよ。さよなら、みんな。いいな、いいレベルアップでしたね。ちょっとこれもう一回。無念です。